こんにちは。速可塾ビヨンドでございます。あの、話、法務大臣ですよね。この度、辞任更迭されました、えー。この法務大臣があ言われたことの中で問題があると指摘されたところがあるんですよね。まあ、これもね、本当に悪質な切り取り方だと思いますよ。ま,あ、まずは、私がこれから言うことをちょっとね、どんな印象なのかあお考えいただければと思います、えー。法務大臣っていうのは、死刑囚に対して、反抗をしてね、 死刑をゴーサインを出す。そんな地味な仕事ですよ。どうですか死刑囚とはいえ、犯罪者とはいえね、人の命を左右するのに、犯行を押すだけの地味な仕事ですよって。結構ね、人命軽視な、やっぱ許せないような発言に見えませんかね。でも実際は、この発言、人命軽視の発言ではないんですよ。ここだけ切り取ったらそんな印象があるでしょ。でも、 この葉梨法務大臣が言ったっていうのはあの自分はね法務大臣だけどもそんな偉そうな仕事じゃないよと人前にどんどん出てね有名になっていったりとか顔がいるような仕事じゃなくて本当に地味なんですよとねこんないろんな書類に反抗したりする本当に地味な仕事なんでそんなに、ね、輝かしいことはありませんと、まあ、その中で死刑囚の、まあ、決裁に反抗する場面もあるよねってことだったんですよその一部分を切り取ってねものすごく悪い印象を与えるように えー、コメントを切り取り取そしてそのコメントに他の説明文をつけたりとか他の見解を出してですね、まあ、こんな人命を軽視するような発言をする人が大臣でいいんですかと、ね、岸田総理こういう人を大臣として使っていいんですか変えるべきじゃないんですかっていうふうな論調に切り替えていって新しい有能な人材を追い込んでいくっていう手法なんですよで YouTube でも切り抜き動画ってあるでしょ 一部分だけ面白ければいいんですよ、他のほとんどの人は。でも実際どういう意味だったのかなっていうふうに、全文を見る人もいませんし、全文を見る暇を持ち合わせてる人もいないんですよ。で、私は様々なことで原文を見るようになってるんですよね。そうなると、多くの人が聞い取った印象を持つような発言と、全く違う見解を持つことができるんですよ。つまりは、真実から的をずらさずに判断することができるってことです。この話本法務大臣は、 自分は偉そうにするつもりはないよと本当に地味な役職なんでそんなにね私のことなんてそんな取り上げなくていいですよみたいな謙遜を持った発言だったんですよ。でそれをですねあたかも偉そうに言ってるぞとこいつはなんか人の命をね左右できるような立場になったから自分のことを偉そうに表現してるぞっていうふうな説明文を加えてあの文章だけをコッと切り取ってね出すわけなんですよ。でもも大臣はそういった切り取り取をされることも 込みで発言を考えななくててていいいけないよねっていう風に反省されてるんでとっても素晴らしいいい方なななんじゃないかなと思いますよねで、この葉梨法務大臣ずーっと法務大臣としては無名だったんですけどもいきなりこういう時に有名になってそして更迭されました岸田総理大臣もこの全文を理解することなく葉梨法務大臣を切り替えてしまったってことは結局はねこの岸田総理も世論にものすごく怯えていてね自分のやりたいことなんて一個もできてないってことなんですよ。 やっぱりこう、総理ともなれば賛否は当然ありますけれども安倍総理ですとか小泉総理のようにねもう大衆の意見はあるけれども俺はこういう風にやった方が日本は良くなると思うんだいけみたいな感じで号令を出すべきなんですよそうすると官僚たちももう言いなりになるしかないですからねそのぐらい賢い力強いリーダーシップがやっぱり必要なんでしょうねそしてですね何も総理大臣になってリーダーシップを発揮しろってことではありません自分を導く 自分に対するリーダーシップを一人一人が持てばビジネスはうまくいくわけですよ。ちょっとビビってるでしょ。目の前の人に商品を売ったら切られるんじゃないかなって。ゴーサインですよ、そんなもん。だって、何をやってるんですかと。ビジネスをやってるんでしょう。あらゆる人が何かに困ってるのに、その困ってる困りごとをですね、困らない状態にするためにあなたは商品を作って売るわけじゃないですか。なぜなら、自分がビジネスをやって儲ける。それも一つですけども、社会の困りごとっていうのはなくならないんですよ。だから、社会の困りごとを一つ一つ紐解いていく。 要するに無限に商品を売るチャンスがあるわけなんですよねで自分が黙っていてセールスを躊躇しても他の人が売りますよ、ね、結局はそういうことなんですよそして誰か他の人から買いますよ全ての人はいつも誰かから何かを買ってるんですよ毎日ね見えてないだけなんですよそこが見えてないだから切り取ったとこしか見えてないんで例えば月末に請求書が来ました電気代の支払いですって月に1回電気代が来るような気がするでしょ これはねまとめて月末に支払いが来てるだけで毎日電気使ってるでしょだから毎日商品を仕入れてその商品代金を払ってるってことなんですよだから切り取り方によって全く印象が変わるってことはまあこういう風にも言えるんじゃないかなと思いますよねじゃあいってらっしゃい